エルカミーノはかつてゼネラルモーターズがシボレーブランドで製造、販売していたクーペユーティリティ型のピックアップトラックである GMC デモスプリントキャバレロの社名で姉妹社が発売されていた。エルカミーノはスペイン語で道を意味しライバルのフォードランチェロの成功に対抗して開発された。その販売は主に標準仕様とスーパースポート、 コンクイスタのサングレードで行われた。最初のエルカミーノは、フォードランチェロの発売から2年後の1959年に、シボレーインパラをベースに開発された。その開発は急がれ、1960年には、ベース車のインパラが改良されたのを受け、テールフィンの縮小など、大規模なスタイル変更が行われた。しかし販売は振るわず、 1> 第1世代は3万6000台余りを販売しただけで生産が打ち切られた。4年後、ランチェロの販売が好調の中、シボレーはシボレーシェーベルをベースとしてエルカミーノを復活させた。1964年モデルは基本的に B ピラーまでがシェーベルと同じであった。また、当初は実用性を重視したモデルであり、シェベルの最もパワフルなエンジンは不要と考えられていた。 1965年、327立方インチのエンジンが追加され、1966年には396立方インチのエンジンが325馬力と375馬力でラインナップした。1967年には新しいフロントグリル、フロントバンパーなど、スタイリングに変更が加えられたほか、リアサスペンションにエアショックアブソーバーが追加された。 1968年、ステーションワゴンや4ドアセダンのベースとなるプラットフォームをもとに全長の真下、エルカミーノがデビューした。新しく開発された、ハイパフォーマンスなスーパースポート SS396 バージョンがシェベルバージョンと並んで発表された。1969年モデルでは、 大きな変化はなかったが、1970年には402立方インチのエンジンを積んだ新しい SS396 が発売された。また、当時、シボレーの最大かつ最強のエンジンが搭載されたモデルもわずかに存在した。1971年モデルは、他のシボレー車と同様、パワーとパフォーマンスをハイ廃屋仕様となって、 排気コントロールを行うようになった。1971年丸型デュアルヘッドランプから二等式に変更され、フロントグリルのデザインもポイントとなった。また、1971年には GMC からも姉妹車のスプリントが発売された。1973年、エルカミーノはシェベルの変更と合わせて、再びモデルチェンジを受けた。この世代はマリブ、 モンテカルロをベースにしており、最大の車体を持っていた。しかし、構造材が軽く、重量は過去のモデルより軽くなった。1976年、フロントエンドのデザインがリフレッシュされ、角型4等式ヘッドランプに変更された。1978年、より小型化され、よりシャープでエッジを効かせた、ボディスタイルとなった、新たなエルカミーノがベールを脱いだ。GMC 版は、 キャバレロに社名が変更された。シェーベルがすでに生産中止となっていたため、エルカミーノは代わってシボレーマリブ、シボレーモンテカルロとコンポーネントを共用することとなった。当初、V6 エンジンが搭載されていたが、1982年から1984年までオールズモビルのディーゼルエンジンが搭載された。 1978年から1981年までのヘッドランプは2等式であったが、1982年に角型4等のスタイルとなった。1984年以降の3年間、GM はエルカミーノの生産ラインをメキシコに移した。1987年モデルの生産が終了して、以降は S-10 ピックアップの販売が好調となった。なお、 1984年から1987年のメキシコ生産のモデルは約200台が売れ残ったため、1988年モデルとして販売された。ありがとうございます。